どうも皆さんこんにちは、チャッキバスです。今私はロックフェラーセンターの前にいます。でね、今この結構見たことある方多いかと思いますけども、こちらのオブジェの前にいて、本日はねこのトップオブザロックの、展望台に行きたいと思います。でね、今回は、公式サイトからね予約してチケットを取っております。で、時間もですね、決まってまして、今6時半過ぎぐらいなんですけども、7時5分の時間帯でねチケットを取っております。まあ、今回は、前回ねこのロックフェラーセンターの展望台っていうのは動画に上げてるんですけども、シティパスとね、公式サイトからの予約、まあ、ちょっとこちらもね比較して、まあ、どっちの方がね、値段的にはシティパスの方がやはり安いんですけども、こちら公式サイトだと52ドル、まあ、5500円、600円ぐらいですかになっておりまして、まあねどのぐらい違うのかっていうのをね多分並んでると思いますんで、まあ、そちらも比較できたらなと思っております。それでは行きます。このロックフェラーセンターなんですけども、こちら今ねオブジェの後ろのドアから入ったんですけども、入り口がねちょっと分かりづらいんですよね。で、前回の動画にも言ってあります通り、ひとまず建物に入ったら地下を目指してくださいね。で、今入ってきてこちらエレベーターに書いてあります。こちらにトップオブザロックオブザベーションデスク、こちらの、まあ、看板をね目指してもらうんですけども、ひとまずね建物は結構大きいんで、入り口に入ったら、まあ、地下に降りるってことだけね押さえておいてください。私もね初めて来た時すごいぐるぐる回ったんですよね、入り口が分かんなくて。ですので、ひとまず建物に入ったら地下を目指すっていうことで行きましょう。で、地下に降りたらね、こんな感じで、この看板をね、目印に行ってください。まあ、それで多分迷うことはないと思うんですけども、建物の周りずっとぐるぐるしててもね、結構わかんないんで、ひとまず建物に入ってね、地下へ行きましょう。で、私の予約時間までね、まだちょっと10分、20分ぐらいあるのかと思いますんで、まあ、ちょっとね入り口で待っていきたいと思います。まあ、この館内にもですね、食事をできるところや、お寺などもねありますんで、まあ観光しててね緊急的にお手洗い行きたい場合などもね、こちら利用してみてはいかがでしょうか。この一番上に看板がありますね。予約した時間まで時間がありますので、しばらく待ちたいと思います。
で、チケットブース、さっき言ったのはチケットブースがあっちで、入り口が反対側になってますんで、そこだけ覚えておいてください。それでは行ってみたいと思います。それでは入場いたしました。やっぱり混んでますね。チケットを買うね、列に並ばなくていいので、その点はいいかなと思いますけども、どうでしょう。今7時5分で、展望台の方にね、何時に上がれるかっていうところですね。それでちょっと待ちたいと思います。結構並んでますね。30人ぐらいは並んでいますね。A ver, nos tienen que encontrar la entrada, obviamente no la han hecho. それではね、セキュリティチェックを終えて中に入りました。ここまでの所要時間がまあ15分ぐらいですかね。ニューヨークには絶対あるんですよね、この写真ウェイトスポット。これで並ぶっていうのはちょっと残念ですよね。Reaches millions of people each year. With 30,000 lights and one colossal star, its arrival kicks off the holiday season, the Rockefeller Center Christmas tree. The first tree was raised by Depression-era construction workers near what would become Rockefeller Plaza, a humble 20-foot tree decorated with homemade garlands of discarded job site tinfoil was a welcome symbol of holiday cheer. Since that first tree of 1931, there have been many stunning Rockefeller Center Christmas trees, each capturing the attention and emotions of millions. Tishman Speyer, as co-owner of Rockefeller Center, makes it its mission to honor and enhance this special tradition. The Rockefeller Center Christmas tree lighting ceremony, considered by many to be an official event of the holiday season, began in 1933 when a 50-foot tree bearing 700 lights was lit. You guys gonna call me the leader? Thank you. I'm gonna get the chocolate. I'm gonna get the soda. I got it. Yeah.
では展望台に到着しました。私は7時5分の予約で入って今ここに到着したのが7時25分となっておりますので、まあ大体20分ぐらいで上まで上がれたっていう感じですかね。やっぱりすごいですね。この階にはね、もう一つ見れるところがあります。ステートビルが目の前で見えるこのロックフェラーセンター、本当に綺麗ですよね。それではね、もう一個上にも、展望台ありますので、もう一個上の方にも行きたいと思います。さらにもう一個上がってきました。まあ、そこまで変わらないですよね。でもやっぱり綺麗ですね。でもう一個上にもありますんでね、もう一個上にも行きたいと思います。
で、こちら反対側です。さらにエンパイアステートビルが際立ってる感じがしますね。こちらが一番上の展望台になっております。エンパイアステートビルと違ってね、こちらも360度なんですか、柵みたいなものは何にもないんで、ね、やっぱり見晴らしがいいですね。でこれからね、夕暮れの時間となってきます。あっちの方が赤くなってきましたね。で展望台はこんな感じになっています、まあ、あんまりね通路が広くないんでね、やはりエンパイアステートビル側すごい人気ですね。こちら最上階のエンパイアステートビル側です。さっきの展望台がね、下に見えますね。一応3段階みたいな感じです。見たいと思います。それにしてもすごい人になってますね。こちらがエンパイアステートビル側です。
表情させて。いやーすごい人ですね。夕暮れから日が落ちる間がね一番混むんでしょうねきっと。でもやっぱり綺麗ですね。それではね出たいと思います。みたいな感じで、時間を、向こう側から、ね、指定されちゃうんで、まあ、ちょっとね予定も狂っちゃうかなと思います、まあ、ちょっと$52$53ぐらいだったかな。ちょっとお値段は張るんですけども、時間を優先したいって方は公式サイトからね予約していかれた方がいいんじゃないかと思います。で、だいたい30分ぐらいで入れたんですけども、夕暮れ等々をね、狙っていきたい方は、まあ日の入り時間を調べて、それの1時間前か1時間半前ぐらいにね到着すると、無事に見れるんじゃないかなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ちょっとね、一回動画を閉めたんですけども、今夜の9時ぐらいなんですけども、この列、これ、今行ってきたトップ・オブ・ザ・ロックのね、入場の並びだそうです。やばいですね。ちょっとこれは予想外に並んでます。ちょっとね、夜の9時、まあ、今から夜景の時間帯なんで、これからね利用しようという方はちょっと夜景の時間帯とても混むことを抑えておいてください。すごい並びですね。